これは、ちょっと作り方を教えてほしいなって思いますね。皆さん、こんにちは。ジェイソウルゴブルダラ、ヒロゲンだ。はい、皆さん、本当に大変長らくお待たせしました。私、ヒロゲン主催、第2回変形合体レゴロボコン、結果発表です。はい、皆さん、もう本当大変長らくお待たせしました。本来でしたら11月の下旬頃に公開予定だったんですけど、コロナ感染とか僕のリアルの仕事だったりとかで、もうなかなか動画撮れなくて、まあ結果的には12月の中旬に発表という形になって、本当申し訳ございませんでした。第2回目の変形合体レゴロボコンのお題は3体合体ロボです。で、気になると思うんですけど、今回の第2回目の応募作品数を発表したいと思います。今回の応募作品数は、8作品です。前回より5、6作品少ないです。応募数は少なかったんですけど、それでも皆様素晴らしい変形合体レゴロボを作ってきてくれました。本当にありがとうございます。はい、今回応募した作品全部一気に紹介して、そこから各賞を発表したいと思います。はい、それでは応募作品8作品を一気に紹介します。ちなみに今回はオリジナルの変形合体レゴロボを作った作品は4作品でした。まずは北島らしき何かさんのゲッターロボです。ちょっと本当申し訳ないんですけど、僕ゲッターロボは名前は聞いたことあるんですけど、内容はちょっとあんま分かんないんですよね。で、こちらは過去作品で差し替えなしでゲッター 1,2,3 に変形合体します。見る感じなんですけど、ゲッターロボってアクエリオンみたいな感じなのかな。アクエリオンって3つの機体がそれぞれ上半身、バックパック、下半身になるので、なんかちょっとアクエリオンっぽくて僕は結構好きです。こういった差し替えなしで変形合体するところが素晴らしいと思いました。続いてははるちゃんさんのレゴランドのゲッタードラゴンです。こちらの方も過去作品なんですけど完全合体します。ゲッターロボっていろんな種類あるんですね。さらに言うと各マシンのパーツ密度や造形がもうめちゃくちゃ細かくできてますね。これは本当に素晴らしいです。まあいつか僕もこういう感じのゴリゴリの変形合体ロボを作ってみたいです。続いてはエブロードゼータさんですかね。こちらの方は絶対無敵雷神王です。おお、かっこいい。いや、個人的にはこれがめちゃくちゃかっこいいです。これ剣王、法王、獣王がそれぞれめちゃくちゃ細かく作られていて、でさらに完全変形合体するところがめちゃくちゃ素晴らしいですね。これもしかしてなんですけど、これ爆竜を作ってるんじゃないかな。爆竜を作ってゴッド雷神王を作ってたらもうすごいですよ、これは。はい、続きましては NTBさんの作品です。ちなみに NTB さんは第1回変形合体レゴロボコンでいいね賞を受賞した方です。第2回も応募してくれてありがとうございます。今回はドッツロボ3で、なんかチャレンジスピリッツだけで感じていただければ幸いって書いてるんですけど、いやもうこれはもうすごい。まず1号機がドッツジェットロボで、これすごいのが飛行機型から人型へチェンジするところが素晴らしいですね。僕はこういうフレームロボあんま作んないんですけど、 NTB さんって結構フレームロボすごい作ってらっしゃいますので、いやこれはちょっと作り方を教えてほしいなって思いますね。いつもどんな感じで作ってるのかちょっと気になりますね。で、続いて第2号機がジェットモービル。これが下半身になります。まあ変形合体ロボってなんか足は足ってもう分かっちゃうので、まあこれは完全にロボとしての足を作った後にこじつけてモービルっぽく仕上げましたと書いてるんですけど、もうこれ全然いいですよ。まあ大抵の変形合体ロボの下半身って足っぽさあるんで、まあ僕はまあ全然いいと思いますよ。そして NTB さん曰く問題作の3号機はこの肩パッドジェットらしいです。まあこれ完全に帳尻合わせと言ってるんですけど、僕結構いろんな変形合体ロボ見てるんですけど、武器と一部のパーツにしかならないメカって結構あるので、 NTB さん問題作と言ってるんですけど、まあ僕は全然問題作じゃないと思いますよ。そしてこれ合体なんですけど、鳥獣合身って書いてるんですけど、これ完全にライブボクサーで、あと3つの不安が1つの希望へって、これなんだっけ。であとレーツコンバインと言ってるんですけど、これ完全にコンバトラー V ですね。でさらにこのドッツロボ3なんですけど、これ本当に3体合体したのかって思うぐらいのクオリティなので、これはめちゃくちゃ素晴らしいと思いました。続いてはカンキチンさんの3体合体ロボです。ちなみにカンキチンさんは前回に続いて審査員を引き受けてくれました。今回ちょっと名前とかないんですけど、これ少ないパーツで3体合体ロボを作ってるのが本当素晴らしいと思いました。大きさ的にミニフィグよりちょっと大きめのサイズになっていて、これすごいのが3体が合体してまずジェットモードになって、そこからロボモードになるというところが素晴らしいと思いました。続いては早瀬亮さんのシャールズハイドです。ちょっと間違ってたらごめん
めんなさい。これはあれですね、僕が作りたい変形合体ロボの、まあ、理想です。はい。まずこれが戦闘機ユニットのメタルウィングで、こちらが胸部と頭部を構成します。戦車ユニットのジャイアントキャノンは、こちらは腕と腰を構成するんですけど、この変形合体がめちゃくちゃすっごい凝ってますね。戦車から腕と腰に変形するところが、もうすっごいかっこいいですね。早瀬さんもこれ作るのすごい大変だったと言ってるんですけど、僕もめちゃくちゃわかります。多分これ僕だったら、まあ、挫折してるんじゃないかなって思います。最後、潜水艦ユニットディープブルー。これは足を構成するんですけど、ディープブルーって確か映画にあったような。足はスタイルがいい方が好きだったため、スロープを駆使してスライドした足を目指しました。おー。足がスラッとしてますので、これ完全機動力の高いロボットに見えますね。で、まあ、最後なんですけど、僕が作った、フェニックスエンペラーです。まあ、フェニックスエンペラーの動画なんですけど、まあ、ちょっと今回は、まあ、海外の人にも見てほしいかなって思って、ちょっとあえて声とか入れなかったんですけど、うん、やっぱ声入れた方が良かったかなって思います。はい、それでは今からここから各賞を発表したいと思います。今回最優秀賞を受賞された方には、こちらのレゴクリエイターのサイバードローンをプレゼントいたします。まずは審査員のブルーマンボックスさん賞を発表したいと思います。それがこちら、はるちゃん氏のゲッタードラゴンです。ブルーマンボックスさんの感想は、昭和を思い出させるデザインを見事に再現しており、ノスタルジーな気分かつロボ作りの基本を抑えつつ、まとまった仕上がりになっているところです。続いては、かんきちさん賞を発表したいと思います。それがこちら、北島らしき何かさんのゲッターロボです。かんきちんさん曰く変形合体に解釈してるそうです。続いてはステファンさん賞を発表します。それがこちら、はるちゃんのレゴランドさんのゲッタードラゴンです。ステファンさん曰く変形前一機一機の作りが重厚でかっこいいそうです。続きましてはいいね賞を発表したいと思います。いいね賞はこちら、 NTB さんのドッツロボ3です。ちなみにいいね総数は178でした。続きましてアイデア賞を発表します。アイデア賞はこちら、かんきちんさんの変形合体レゴロボです。続いては優秀賞最優秀賞の発表の前に特別賞を発表したいと思います。特別賞はこちら、エブロイドゼータさんの絶対無敵雷神王です。では続きまして優秀賞を発表したいと思います。優秀賞はこちら、早瀬亮さんのシェルハイダーです。はい、それではお待ちかねの最優秀賞を発表したいと思います。最優秀賞はこちら、NTB さんのドッツロボ3です。これはね、もうすごいかっこいいです。実を言うと僕、早瀬さんと NTB さんの二択でめちゃくちゃ悩みました。僕的には実はどっちも最優秀賞にしてあげたかったんですけど、まあ一つしか決められなくて、もう1週間か2週間ぐらいすごい悩みました。で、審査員の皆さんの意見も聞いて、結果的に NTB さんのドッツロボ3を最優秀賞とさせていただくことになりました。 NTB さん、おめでとうございます。まずドッツロボ3の何が良かったのかというと、3つのメカのカラーリングが同じなので変形合体した後もまとまってるというところと、あとは1号メカが人型ロボになって、残りの2体の変形合体が素晴らしかったところです。で、あとおまけなんですけど、作品の説明文にも変形合体のネタを入れてるところがとてもいいと思いました。NTB さん曰くこれ第1回目でも良かったんじゃないかなって思うんですけど、第1回でもこれ全然良かったと思います。はい、ということで NTB さんにはこちらのレゴクリエイターサイバードローンをプレゼントいたします。はい、ということで第2回変形合体レゴロボコン結果発表は以上になります。何度も言うんですけど、今回結果発表の動画を遅れてしまって申し訳ございませんでした。まあ前回が良かったんで今回も大丈夫だろうって思ってたんですけど、まあ応募作品が少なかったり、あと僕個人的にちょっと色々あったんで、まあちょっと遅れてしまったことについては本当に申し訳ないと思っております。今回も素晴らしかったので第3回目もやろうと思います。第3回目のお題については、作りやすいものにしたり、作品制作期間をちょっと伸ばしたりと考えております。はい、改めまして今回作品に応募してくださった皆様ありがとうございます。とりあえず来年の2月か3月頃に新しい変形合体レゴロボコンを開催したいと思いますので、皆さんふるって参加をお待ちしております。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。Ha ha 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 ha!